おはようございます。YouTube 健康セミナー大輝です。本日ご紹介させていただくのは、中村天風悲運に心悩ますなという廣岡達郎さんのご著書です。廣岡達郎さんは野球界のレジェンドと言っても過言ではないほど有名な選手、監督だった方で、野球評論家としても有名で、たくさんのご著書を出されている方なんですけれども、その野球観にはですね、中村天風さんの影響を非常に受けて、天風哲学を盛り込んで、選手としても監督として指導する時もそれをずっとねこうまっすぐに信じてやってきたという方なんですね。なので中村天風さんの教えって結構天風さんご自身のご著書だったり講演録音声ですね、それから天風さんの指導を受けた経営者だったりお医者さんの本って結構あるんですけれども、野球選手監督だった方の本ということで、またね違った角度から天風さんの教えを学ぶことができる素晴らしい本だなと思うんですね。で、まさにですね、今回の動画のゴールがそれで、中村天風さんの教えを違う角度から学んでみましょうということで、このことを知らなければ天風さんってすごい人だなっていうのはわかるけど、きっと特別な人にしかこれ実行することができないんじゃないかなっていうようなね感じで、ああこの教えすごいなって思っただけで実践することなく終わってしまうというふうにねなってしまうんじゃないかなと思うんですよ。そうじゃなくて、天風さんが一番ね大事にしてた How to do、 いかにね実践していくかというところですね、習慣にしていくための方法というのを、この廣岡達郎さんね、自分自身のね野球の経験というものをこれ主軸にしながら分かりやすく教えてくれておりますので、ぜひですね最後まで一緒に学んでいただけますと嬉しいです。天風さんのことよく分かんないな、知らないよっていう人でもですね、たくさんの気づき得ることができると思います。で、こちらの本はですね、廣岡さんの野球人生をこう追いかけながらですね、その都度その都度にこう関わってくる天風さんの教えというのを教えてくれてるという構成になってるんですけれども、一章ずつですねどんな話が出てくるかというのを簡単にまとめさせていただきました。まずですね、一章、人は何のために生きるのかというところで、廣岡さんはですね巨人軍に所属してたんですね。で、あの長嶋茂雄さんとかね有名な方いますね。で、あの方と同じ時期にプレーされてたそうなんですけれども、その時にね、僕はあんま詳しくないんでわかんないんですが、ホームスチール事件というのがあって、どうもね監督さんと揉めたらしいんですよ。で、それが原因となってまあ引退になったよということで、まあ自分自身のね哲学を貫いたんだというところなんですが、その後評論家としてですね活動するためにアメリカに留学したそうなんですね。で、その時にまあ古巣である巨人軍のね嫌がらせにあったりとか、体調不良になってみたりっていうことなんですが、でその時にですね、もう消極的になって弱気になって日本に帰ろうかなじゃなくて、天風さんの教え積極的にというところを思い出して、その試練を乗り越えてたくさんの学びを得て帰国して、その後ですね野球に関わる人生、監督になったり評論家になったりっていう人生を豊かに過ごしたよということなんですけれども、でその積極性が大事だよということに関わる天風さんの教えがこちらですね。悲しいことや辛いことがあった時、すぐ悲しんでつらがってちゃいけないんだよ。すべての消極的な出来事は、我々の心の状態が積極的になると人間に敵対する力がなくなってくる。だからどんな場合にも心を明朗に、一切の苦しみも微笑みに変えていくようにしてごらん。そうすると悲しいこと、辛いことの方から逃げていくから。というわけで、天風さんはですね、常に積極的、絶対的な積極、消極という言葉、マイナスという言葉は自分のね、心の辞書にはないぞというようなぐらい、常に明るく朗らかに過ごしましょうねと教えてくださってた方で、どんなに今ね、悪いような状況に思えてもそれに負けちゃいけないよということなんですよね。それでは第2章、ヒマラヤ山麓で学んだ天の声ということで、これは天風さんがですね、修行時代に天の声を聞いたよというところのエピソードがですね、紹介されているので、このタイトルになってるんですけれども、すべてこの世で起きる現象、出来事の原因というのは自分にあるんだよと。いうことなんですね。自分の思い方、考え方が今ある現実を作り出してるんだということを教えてくれてる章なんですけれども、廣岡さんもですね、このことを知らない時代とかちゃんと身についてない時っていうのは、野球をしてても自分のね
実力とかそういったものを棚に上げて、監督が悪いとか、あの選手が足を引っ張ったとか、そういうふうな言い訳をたくさんしてしまったりすることもあるんだと。周りのせいにしてしまうこともある。だけど、実はそうではなくて、監督がミスしようが、あの選手がミスしようが、それはすべて自分の思い、考えに原因があるんだと。こういうふうに思うことが非常に大切ですよ、ということなんですね。で、どういうことですかというと、これですね、天風さんのお師匠さんであるヨガのね、大聖者カリアッパーさんという方がいるんですが、ここでカリアッパーさんの言葉ちょっと読ませていただきます。病なり運命から心が離れた時は、病があってもその人は病人じゃない。運命が悪くてもその人は運命の悪い人じゃない。よく寝てる人間は何も知らない。何も知らない人間に病があるか。ということで、ここでですね、大事なことが、天風さんの本とか読んでる方はね、よくわかってると思うんですけれども、人間というのは心でも体でもない一つの気である霊魂とかというものですね、これであるというね、答えを導き出すのに、天風さんはですね、カリアッパーさんにたくさんのことをね、こう教えられながら、自分でこうそれを悟るために修行していくんですが、そんなエピソードもここには簡単に載ってます。ぜひですね、その辺はですね、これ読んでみていただいたり、天風さんのね、本読んでみていただくともっとわかると思うんですが、簡単に言うとですね、一章でもお話したんですが、どんなに嫌なこと、マイナスに見えるようなことが自分に降りかかってきても、そのことを一切ですね、気にしなければ、心に迷惑をかけなければ、体も心もダメージを受けることがないよ、ということなんですね。で、その境地に立つには、心も体も本当の私じゃないんだということをちゃんとね、自分の腑に落とし込んで信念化する必要があるよ、ということなんですね。はい、ではですね、第3章、積極的な精神が集中力を高め人生を変える、ということで、ここ広岡さんがですね、評論家時代もですね、監督時代も一点集中したそうなんですよ。目的にとにかく集中すること。評論家であれば、何を伝えたいか、何を書くかということをまず先に明確に決めて、それを一点集中してしっかりとした文を書く。で、監督であれば、勝つという目的、これに集中してしっかりとやるべきことをやる、指導するということですね。で、ここでですね、広岡さんの野球観なんですけれども、監督の仕事はですね、選手を育てて勝つことであると。いうふうにおっしゃってるんですね。だから、とにかく結果を出すためには何でもやればいいと、そういうわけじゃない。選手をちゃんと育て上げて勝つというのが仕事だから、例えば監督はただただ采配して勝つのが仕事だから、選手の育成はマネージャーとかコーチに任せればいいんだというね、考えが今ね、野球界にはびこってるけれども、そうじゃないよと。ね、ちゃんと育てれば選手はね、プロ野球に入る選手っていうのは、みんな天才みたいなもんなんだからってね、そりゃそうですよね。野球選手って、ちっちゃい頃からね、たくさん小学校、中学校、高校ってやってて、めちゃくちゃいるわけですよね。で、その中の本当に一握りの選手しか、プロの門を叩けないんだから、ここに来た選手っていうのはもう天才なんだと。だから、しっかりと育てることが必要であって、育てさえすればちゃんと育つんだから、それをしっかりやっていって勝つというのが監督の本当の仕事だよと。こういうことを考えてね、やってるそうなんですね。それを目的にして一点集中してきたので、スター選手みたいなのがね、すごいたくさんいなくても優勝できたよとかっていうね、広岡さんのこの偉業につながってるんですけれども、野球界ではですね、広岡さんっていうのはちょっとね、異端みたいな感じで言われることもあるんですが、まさにここはね、天風さんの教えが生きてるんじゃないかなと思っております。でですね、このことについて天風さんの教えなんですが、ちょっと読みますね。心の前に現れた事物現象なり、仕事などに対なく一心不乱に心が注がれる状態を精神統一というのではない。それは精神統一の枢要条件である集中ではなく傾注であり、執着であり、極限すれば業態であり、方針である。神聖の心身統一とは、事物事象を心の中に集約集中せしめることである。
心を心の対応するものに囚わしめず、心にそれを完全に補足することである、ということで、これ非常にですね、読んでるだけでは難しいですよね。で、簡単に言うとですね、今これをやるんだってね、このことにこう集中してると思ってるかもしれないけど、それは実は集中じゃないですよとテンプルさんが言ってるんですね。この仕事今集中してます、え、集中じゃないのって感じなんですけれども、それはですね、集中じゃなくて傾注で執着で、もっと言えばそこに固執してるだけで、もっともっと言うとそれは何にも集中してない、ただただ心を放ってる放心状態と一緒だよということなんですね。本当の集中というのは、いろんなもの、仕事があるとか、まあ遊びでも何でもいいんですけども、このことにですね、心をこう囚われることなく、ただ認識はする、認識していって、これにですね、余計な思いとか、反問というものをくっつけたり、考えをくっつけたりせず、ただただそれを処理していくと。いうような、これがね、本当の集中であると。しっかりと捉えることは捉える。ああ、この仕事があるんだ。こうやってやるんだ。これは捉える。で、だけれども、そこにね、没頭しすぎないということですね。まあ、この辺はですね、すごくわかりづらいと思うし、僕もですね、しっかりとね、噛み砕いて説明しろと言われると、ちょっと難しい部分があったり、自分の気づきがすごい大事になってくるので、ぜひね、本読んでみていただいたり、テンプさんのことを勉強してみると、ああ、なるほどな、となる時がきっと来ると思います。はい、それでは次ですね、心と体が統一されれば、幸福な人生ができるということで、ここでですね、先ほどの広岡さんの監督時代の野球哲学みたいなものが出てくるんですけれども、選手は先ほども言ったようにみんなが天才だから、やる気と熱意さえあればいいんだと、これをねなくしてしまうと育てようがないけれども、で、それをですね、コーチや監督は根気よく根気強く育てる、その選手のやる気と熱意とコーチ監督の根気が揃えば必ず結果は出るから、結果を急がないっていうことですね。あの選手はもう二度と使わないぞとか、お前は今日ミスした点数をねたくさん取られたからもうダメだとか、クビにするんじゃなくて、ちゃんとねそういう風なお互いに尊重し合ってやっていくっていうのが本当なんじゃないかと。これはですね、まあ野球界で言うとね、もちろんその年俸をもらってお仕事としてパフォーマンスよくやってっていうところで結果を求められるのはしょうがないかなと思うんですけれども、ただね、理想は理想としてこういうものがねあってもいいんじゃないかというのはね、非常に僕もこの広岡さんの考えには賛成だなと。これは個人的な意見です。きっと野球に詳しい方とかね、ファンの方なんかはね、いろんなこう異論反論あると思うんですが、僕はこれは非常にね本当のことなんじゃないかなと思いました。で、この章はですね、健康についても結構触れてまして、まずね、心も肉体も常に厳格に自然法則に順応させること。つまり自然の法則に背かずに生きること。これをすれば、実は健康だったり、幸せになることっていうのは簡単なことだよと天風さんは教えてくれてるんですね。で、ただですね、天風さんの素晴らしいのは、これ肉体の方ばっかり考えてもダメだし、心、精神的な方ばっかり考えてもダメであって、この二つをちゃんと一つにまとめて、しっかりと使っていくことが大切だよ。自分の正体である一つの気の道具として、心や肉体をしっかりと使っていく。こうすることによって幸せになったり健康になったりっていうのができるようになってきますよというか、それさえすれば勝手に幸せになるし勝手に健康になるわけないんだよと教えてくれてるんですね。だからですね、これは僕が感じるのは、例えば健康ってやっぱり体と心がね大切だなと思ってるんですけれども、体のことっていうとね、栄養はあれを取ってこれを取ってこれを何グラムでこのサプリでみたいなねやったりとか、この食事法でとかこの健康法でってやる人もたくさんいるし、これはもちろん先ほどの集中ではなくて傾注ですよね。それから一方で心の話っていうと、
スピリチュアルなことにものすごいのめり込んで、なんかね、あの霊がこうでとか、あの神様がこうでって、別にね、これがダメってわけじゃないんですよ。目に見えない部分ってね、あるもないもね、僕らにはわかんない話なんで、もちろんあるんじゃないかなと、僕はね、思ってるんですが、ただね、そこにずっと傾倒してって、体のことは一切考えないとかね、これも集中ではないですよね。じゃなくて、ちゃんとそういうのもあるんだ。で、体も体でこれを健康に保つ方法があるんだっていうのを分かって、これを一つにして上手にね、囚われることなく使っていくと。このことがね、すごい大事なんじゃないかなと思います。で、その時にですね、積極的な考え方、思い方っていうのが大切になってくるんですが、マイナスな考え方をしてしまうと、消極的な考え方をするとどうなるんですかというと、まず血液が汚れてしまうそうなんですね。怒ったり、悲しんだり、驚いたりとか、悩んだりすると、血液が酸性に傾いてしまう。で、我々の血液っていうのは弱アルカリ性が正しい状態で、この時っていうのはウイルスに負けなかったり、やたらと病気にならないという強い体、免疫が働くことができるんだけれども、この感情のね、起伏、起こったりとかすることによって、血液が汚れるから、病気になりやすくなったりとかしますよということなんですね。で、このことがわかるですね。まあ、実験があって、このお話を天風さんもね、実際にしてたよっていうのが、こちらの本で紹介されてたんですけれども、この牛乳配達と3人の医者の実験っていうのがそれで、これ牛乳配達員さんちょっとかわいそうなんですが、牛乳配達員さんと3名の医者がいて、3名の医者は、まあ、示し合わせてですね、この牛乳配達員に、まず、あなたの顔色悪いよってみんな言おうぜっていう話なんですよ。で、配達員は何にも知らないの。何にも知らなくて、まず、一人目のお家に行って、配達員が、牛乳ですって来たら、あれ、なんか君顔色悪いね、大丈夫？いや、大丈夫ですよ。で、二人目のお医者さんのお家行きます。牛乳です。あらら、君ちょっと顔色ちょっと悪いね。頭重いでしょ、大丈夫って言われて、いや、まあまあまあ、なんか変だな、さっきも言われたしなって思いながら、こうやって3人目行くわけですよ。で、3人目のお医者さんのお家行って、牛乳ですってやったら、うわ、これは大変だ、君絶対体悪いでしょ、ちょっと見てあげるからおいでってやって見て、ああ、これはダメだ、もうちょっとうちで休んでいきなさいよってね、やったら、本当に寝込んじゃったということなんですね。なんか他人から言われることもそうなんですが、自分自身に消極的な俺はダメなんだとか、こういう言葉をかけるのも良くないよということで、常にね、積極的に行きましょうということですね。それでは次の章ですね。怒らず、恐れず、悲しまずということで、ここはですね、消極的な感情とか、怒ったりね、悲しんだりっていう出来事があった時に、体にダメージを与えない方法ですね。この特殊な体の持ち方をすると、体、血液を汚したりっていうことがなくて、ダメージをね、抑えることができますよということなんですよ。これですね、神経反射の調節とか、クンバハカというふうに、天風さんは教えてくれてるんですが、もう一つですね、クンバハカと一緒にですね、広岡さんが指示してた天風さんに、習ったというね、合気道の東平さんという方がいらっしゃるんですが、その方が言ってた成果の一点、つまりへそ下にここに集中することだとかっていう風な話が出てくるんですけれども、ここはですね、いろんな方で意見が分かれるそうなんですよ。クンバーカが正しいんだとかね、成果の一点が正しいんだとかいろいろあるんですけど、まあどちらにせよですね、どっちも同じようにですね、ダメージをこう防ぐことができるんじゃないかと、あんまりね、突き詰めていくとこの本の主題とずれていくので、ここでは割愛しますけれども、とにかくそういったね、体の持ち方というのがスポーツにも非常にね、有効で、正しい構えとか動きができるようになるんだよということで、その一例としてですね、世界のホームラン王である王貞治さんですね、彼を支えたこの体の持ち方っていうのは、実はこのクンバハカとか成果の一点に集中することというところから来てるそうなんですね。一本足打法で有名なんですけれども、あれでバランスを取れてるのは、そういう特殊なね、体の持ち方をしっかり研究して訓練していったからだよということで、すごい話ですよね。あの王さんもですね、実はこれを学んでたんだということで、面白いなと思ったんですけれども、まあそこでですね、天風さんのお話、怒らず恐れず悲しまずっていうね、この章のタイトル、どういうことですかというと、
人間の生命の元々の姿を無視した生活をしていたら、どんな名医や薬を持ってきても完全な健康を得るのは難しい。病になってから初めて健康の価値を考えるようでは全然問題にならぬ、手遅れと言わなければならない。普段から生命の元々の姿に応じた生活をしてこそ理想的健康が得られるということで、ここはですね、健康に関してのお話にはなってるんですけれども、まあ常にですね、今生きてることに感謝して自然法則に背かないように生きていく、怒ったり恐れたり悲しんだりっていうことがすでに自然の法則に背いた生き方ですよということで、ただね、そういったことが人間社会生きてると必ず出てくるので、その時に体に迷惑をかけない方法ですね、せめて体に迷惑をかけないようにグッとね、特殊な体の持ち方をすることによってそのダメージを減らすんだということですね。ちなみにクンバハカは肛門、お尻の穴をキュッと締めて、へそ下の丹田に意識を集中して力を込めて肩を落とすと、この3点を一緒にやるんだということなんですね。で、一方で成果の一点に集中するというのは、へそ下の、まあ、丹田と言われているところの、まあ、奥のところですね。ここに意識をただ集中するだけであるという風で、まあ、体がね、完全にリラックスしている状態ですよね。こういったものなんですが、まあ、どっちがいいとかっていうのはさっきも言ったようにね、同じだよっていう話でいいんじゃないかなと僕は思ってるんですが、やっぱりね、門下生同士というか、そういう人たちでは、こう、意見が分かれるんじゃないかなというところなんで、ぜひですね、自分でこれ調べていいなと思う方をやってみていただければいいかなと思います。もちろんね、僕が感じてるのは、お尻の穴ただね締めるように意識するだけでも全然ね違うなと思うので、まあ、そういったところから簡単にやれるところやってみるといいんじゃないかなというところですね。はい、そして次の章ですね、社欲は間違い、楽しい欲望を燃やせということで、欲を捨てなさいというのは間違いですよと天風さんは教えてくれてて、これ先にですね、天風さんの言葉読ませていただきます。人間には二つの欲がある。苦しい欲望と楽しい欲望だ。叶わない欲望を心に描くと苦しいが、悩んだり苦しんだりする欲望は欲望とは言えない。本当の欲望というのは楽しい欲望のことだ。楽しめる欲望は燃やせば燃やすほど人生が楽しいものになるということで、じゃあですね、この苦しい欲望って何ですかというと、邪欲と広岡さんはこれ表現してるんですけれども、自分だけとかですね、自分を大切にしちゃいけないということではなくて、周りを蹴落としてでも自分が成功するんだとか、特にですね、この勝負の世界、邪欲というのは宿命であると広岡さんはおっしゃってるんですね。もちろん野球の世界とかって結果を出さないとね、クビになってしまうとかっていうのがあるので、どうしても自分が活躍したいんだ、監督に認められたいんだとかっていうのは出てくる。だけれども、それがですね、今度じゃあ行き過ぎるとどうなるかというと、パフォーマンスがどんどん下がってしまうんですよね。周りの目を気にしすぎてしまうと。で、このパフォーマンスを向上していくためには何が必要かというと、無欲である。で、この無欲というのは、この欲を捨てなさいっていう話と矛盾するわけではなくて、どういうことかというと、例えばね、ノックとかをものすごい一人が受けるみたいな、こう、無心になる。最初はね、すごいパフォーマンス派手にやってとかもできるかもしれないけど、ずっとやり続けると、もう余裕がなくなって、とにかくひたすらこの白い球を追いかけるみたいなね、練習とかもするそうなんですよ。そうするとその時に初めてですね、一番いいパフォーマンスができる。で、それが体に染み付くんだということで、あんまりね、活躍したいとかそういう思いばっかり持ってると、なかなかですね、パフォーマンスは向上しませんよと。だからここで言う、こういうね、無欲になる、まあ無心の状態になるということですね。これはすごく大切なことですよと広岡さんは考えられているそうなんですね。じゃ、一方で先ほどの天風さんの言葉の楽しい欲って何ですかというと、これはですね、一番最高なのは人に喜んでもらうことを自分の欲望にしなさいと言ってるんですね。人の喜ぶ顔が見たい、
これが自分の欲であれば、人に喜んでもらったら自分も楽しいしっていうことで、人間が一番何に楽しさを感じるかというと、人に親切にしたりとかした時に人に喜んでもらう。これが最高の人間の正しい欲だから、これをどんどん燃やしなさい。で、それを実行に移しなさいということなんですね。で、それは分かりましたと。じゃあ、一体どうやったらそれができるんですかというと、思いやりを実行することだよと、天風さんは教えてくれてるんですね。具体的に言うと、常に相手の立場に立って、自分が相手の立場だったらどういうふうに思うだろう、どうして欲しいだろう、このことに関心を寄せて、それを実行していくことだよと教えてくれております。はい、それでは次の章ですね。信念と意志力というタイトルなんですけれども、ここはですね、広岡さんの考えからいきましょう。結構野球選手って、肘を怪我したりとか、いろんなところを怪我して、手術してもう一回復帰するみたいなことって聞くじゃないですか。ただ、広岡さんは個人的にそれにはすごい反対で、引退して指導者になるべきだとおっしゃってるんですね。で、どういうことかというと、これは天風さんの考えの中でもあるんですけれども、その病気になったり、怪我をしたりとか、何か不調をきたした時っていうのは、絶対に原因があるんですよね。で、その原因というのを、体の使い方がこうだったとかね、栄養がこれだったとかっていう風なところにばかり求めるんじゃなくて、精神的な部分、考え方、生き方の部分にまで求めなければいけない。で、そこを正していかなければ、どうしてもですね、根本的な解決にはなりませんよということなんですね。例えば病気一つとってもそうで、糖尿病とかになったら、じゃああんたのこのね、食べ物、糖が多いからダメだとかって言っても、怒ったり悲しんだりした時に体の中で自家生成される糖分はどうするんですかとか、そういうところにまで行くので、全体的に心も体もバランスをとっていくというのが非常に大事になってくるんですね。なので、この怪我の部分もそうで、必ず何か原因があったはずだから、その原因を突き詰めて、無理するんじゃなくて、無理して復帰するんじゃなくて、そうやって体をいじめるんじゃなくて、その自分が犯してしまった過ちを今度は後進後から来るその選手たちを指導していく立場として教えていくことが大切ですよというふうに広岡さんは考えられているそうで、人間が生まれてくるのはこの世を進化向上させるためだ、生成発展させることだということで天風さんが教えてくれてるんですが、それがですね、しっかりと野球観にも生かされてるんだなというのがわかりますよね。というわけで、ここで天風さんの教え読ませていただきます。自分の心の持ち方さえ積極的であれば、その心の中にいただいた生命の力は逃げはしない。この世の中、心を積極的にしさえすれば、健康も立ち直るし、運命も立ち直るようにできている。もっと自分の心を磨きなさい。ということでですね、どんなことが起きようと、それはですね、自分の心が消極的だったからだと捉えて、じゃあどうやったら積極的に生きていけるんだろうってね、しっかりと根本原因を探って対策を立てていきましょうねということなんですね。はい、それでは最後の章なんですけれども、日常生活でこういうことをするとね、強い心と体を手に入れることができますよという天風さんの教えをですね、広岡さんまとめてくださっております。で、自分自身も実行してきたことだよというふうに教えてくれてますので、ぜひですね、やれるものからやってみるといいのかなと思います。広岡さんはですね、プロのスポーツ界でも、食べ物って言ったらね、お肉とかたくさん食べて、タンパク質たくさん食べて、体を大きくするのが大事なんだって言われてる中で、いや、そうじゃないと、自然の食物こそ人間の体を正常に保つんだ、血液をきれいにしてパフォーマンスを上げるんだということで、あの森下圭一先生なんかを招いて講習会していただいたりとかっていうので、選手たちにもですね、玄米菜食を勧めたりしてたそうなんですね。で、2つ目、朝起きたらまず感謝。起きたらですね、あ、今日も目が覚めたと感謝しましょうということですね。で、3つ目、毎朝深呼吸。呼吸っていうのは吐くのが先で吸うのが後で、しっかりと溜まってる悪い空気を出し切って、新鮮な空気を吸って活力を得て一日を始めましょうねということで、天風さんは一日にね、何千回でもいいから深呼吸の練習をしなさいよと教えてくれております。4つ目、裸で洗顔、髪を整える、長髪をということで、あともう一つ、厚着をやめるということで、これ何ですかというと、肌を強くするためですね。そうすることによって寒さとかにも強くなってきますよっていうので、冷水浴とかもこれに当たるのかな、こういうものも天風さんは教えてくれております。5つ目、
目、寝る前の悩みは明日の宿題で、取り越し苦労厳禁ということで、まだ起きてもないこと、いやー明日ねこの試合があってとか、明日の商談うまくいくかなとかね、不安になってくると、寝てる時っていうのはこれね、心にそれが直接入ってきやすくなっちゃうから、寝る前はね絶対に考え事しちゃダメですよ。悩みがあっても、これは、あ、そう、明日考えようっていうね、明日の宿題にしてくださいということですね。で、6つ目、何事も気を込めてということで、すべてね、こうやって喋ることも見ることも、何か仕事をすること、バットを振ること一つも、これね、気が動かないとできないんですよということなんですね。気が動いて初めて物事ができる、行動ができるということなので、しっかりとですね、そのやることに気なしに行うんじゃなくて、気を込めてやりましょうということですね。で、これはね、非常に抽象的な話になってくるんですが、天風さん関連の本なんかをね、読んでると、どん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 分かってきますので、ぜひですね、この辺は自分で調べながらやってみていただかないとなかなかね、伝わらないんじゃないかなと思います。で、7つ目ですね、消極的な原稿をしないということで、不平不満とか悪口っていうのは、必ずこれ消極的な心を作ってしまうので、絶対に口にしちゃダメですよと。でそれから消極的な思いとかが出てきたら、これはつぶやきの暗示を利用してねっていうので、例えばね、調子が悪いなとかっていう風な思いが出てきたら、鏡を見ながら絶好調だとかね、いや元気だとかね、俺がこんな消極的な思いを持つはずがないとか、積極的な言葉を自分につぶやいてあげてくださいねということですね。これはね、実際に非常に効果があるそうなんですね。で、八つ目、習慣は第二の天性ということで、で、ここが一番天風さんが大事にしてたことで、今までね、こうやって出てきた、学んできたことっていうのを、ああ、なるほどな、いい話だな、で終わらせるんじゃなくて、しっかり自分のね、実生活に生かしていきなさいよと。何か一つでもいいから、ちょっとずつでいいから、実行していきなさい。How to do ですよ、ということですね。で、実践していけばわかるからね、ということで、今日お話ししたような内容もね、なんだかよ、ちょっとよくわかんないなっていうところがいっぱいあったと思うんですよ。で、それでいいなと思ってるんですね。もちろん僕のね、説明が下手くそな部分っていうのもあると思うので申し訳ないんですけれども、ぜひですね、実践していくとよりわかりやすくなると思いますので、騙されたと思ってやってみていただけるといいかなと思います。はい、それでは最後に天風さんのですね、素晴らしい言葉2つご紹介させていただきます。まず、静止。これ誓いの言葉ですね。これを言って1日を始めるといいよということですね。今日一日、怒らず恐れず悲しまず、正直親切愉快に、力と勇気と信念と思って自己の人生に対する責務を果たし、常に平和と愛とを失わざる立派な人間として生きることを自分自身の厳かな誓いとする。そしてもう一つ、力の証拠。私は力だ、力の結晶だ、何者にも打ち勝つ力の結晶だ、だから何者にも負けないのだ、病にも運命にも否、あらゆる全てのものに打ち勝つ力だ、そうだ、強い強い力の結晶だ、ということで、まあこの辺もですね、天風さん関連の本読んでいただければ意味も分かってくるんじゃないかなと思いますので、とにかくですね、何か一つでもいいなと思ったら実践してみていただけますと嬉しいです。はい、というわけで今回ですね、広岡さんのご著書を通して天風さんのね、教え別の角度から一緒に学んできました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録や高評価もしていただけますと非常に嬉しいです。今日もありがとうございました。